相葉の近況。はい、目白つぼねです。はい、記録47、6、7まで結構上がりました。はいはい、この前45切っちゃったんですけど、はい、早いですねちょっと出ちゃいましたね。けど全然動けてたんで、はい、まあ動けるのは動けるんですけど、それを毎回やって体重が安定してくるかって言われたら多分落ちちゃうと思うんで、まあ、はい、2個上がったんですけど、まあ、46、7で我慢してます。うんうん、はい、販路の方がいいですか、周回の方がいいですか。自分はやっぱり販路ですね。あ、そうですか。あ、うんうん、一回ちょっと早いとこ、はいはい、44.8 出して、はい、次のハンドとかはもうグイグイでしたね。はい、一回引くと覚えちゃったらちょっとしんどかったですね。あ、行く気持ちはあるんですね。ありますね。あ、まあ、行けることは分かったんで、もうあとはじっくり基礎作って体力つけて体重落ちないように。成長したら雰囲気ありますか。精神面はないですね。あ、体はどんなに変わるぐらいかって感じですかね。そうですね。精神面精神面はまだちょっと心もとないですね。なるほど。だいぶ歩けるところは増えてきたんですけど、やっぱりまだちゃかちゃかしいところはあるんで。いや、でも正直45切った時はすげえいい感じだったんで、自分すごい伸びるし、はい、反応ようと思って。まあ、行く気ない馬よりは絶対ある馬の方がいいんでね。んそれはもう競走馬としては間違いない。正直もう一個は伸びると思うんで。あ、そうですか。の中でも乳酸だったからちょっと早くなっちゃってもいいかなって思ってたんで。あ、で乳酸もそこまで多分3頭出た中で一番低かったですか。はい、全然余裕やんってなってたんで。これがあったかくなってどこまで成長するのかな。不安だから一回り欲しいですねいや欲しいですよね。それは欲しいです。それは間違いなく、それは間違いなく。